こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、金は命より重いって言葉ありますけども、これはね、やっぱり多くの方に当てはまる部分があって、一部の方には当てはまらないものだと思います。まあ、考えてみたら、例えばね、体を壊して何か治療が必要な時に、ただで治療してくれるってことはないわけなんですよ。やっぱり誰かが命を救うために自分の知識や経験、そしてリスクを最大限引き受けてくださって、まあ高度な医療を受ける、それをサポートする看護師さんもいる。みんなお金で働いてるわけですよ。無料で医療が受けられますか？無料で医療を提供しろということができますか？ってことになると、たとえ歯医者でもね、お金かかるんですよね。私が30代の前半の頃、ちょっとまだね、物になってない頃なんですけども、麻雀店で知り合った他のお客さんがね、歯がなかったんですよ。歯がなくてものすごく不自由してました。その方は30のまだ半ばぐらいで若かったんですけども、歯をどうしたんですかって言ったら、虫歯でどんどん抜けてしまってねって言ってね、歯がね、半分だけ残ってるんですよ。こっち側だけ半分だけだから。だから食事をするときは、上手に噛めばなんとかなるような感じなんですけども、まあ消化が悪いんで胃をよく壊してたらしいです。だから柔らかいものを中心に食べることになるんで、なかなかね、焼肉に誘っても焼肉は食べにくいしなってことだったりとか、まあせんべいは全然食べないです。だから麺類がね、多かったですね。麺類ツルツルと吸うみたいな。だから栄養のバランス壊れますし、口内炎もよくできるし、まあなんせね、歯がないとすごく口臭がきついんですよ。で、健康状態悪くなるんで、髪の毛もチリチリになっちゃって、なんかね、ほんと見るからに不健康だなって感じでしたね。で、なんかこう不潔に見えるわけなんですよ。やっぱりね、細かく丁寧に自分のことをね、不潔に見えちゃいけないっていうので、綺麗にはしてるんですけども、それでもね、肉体から出てくるそのみそばらしさみたいなね、そのしょぼくれた感じが不潔に見えてしまって、ああこれは結構不利な人生をこれから送らないといけないなっていうふうに感じたもんです。まあそういうふうにね、お金があるとなしとじゃあ全く人生変わってくるんですよ。で、まあ利根川さんがね、カイジの利根川さんが言ったように、金は命より重いっていうのは、確かにいろんな人の人間の情報とか人間の価値を、まあ、具現化する、数字化しようと思うと、お金に換算するというね、シンプルな方法があるわけなんですよ。でも世の中にはお金には変えられないような命っていうのがね、あるのも現実なんですよね。これどういうことか分かりますかね。つまりは、まあ、単純に言うとね、お金をいっぱい生み出す人って、どんなにお金をかけてもその人の命は守りたいわけなんですよ。でも冷たい話ですけども、世の中に対して誰一人益を与えない人、要するに誰の得にもなってない人って、もう命をね、守るに値しないと言われることもあるんですよ。まあ、その一つに怪人に出てくる、まあ、あの若者たちですね。この若者たち、もう最後は命を張るしかないみたいなことになっちゃってるんですよ。で、その命を張る理由も、大金持ちの娯楽になんですよ。これ一見金持ちがひどい人なのに思いますけども、お金があれば命のやり取りを楽しむ側にも回れるし、お金がなければ自分の命を差し出して危ないギャンブルで人を楽しませるということによって対価を得るっていうことになっちゃうんですよね。まあ本当にどっちがいいかっていう話になっちゃいますけども、まあお金があった方がいいでしょうね。で、お金があれば、これもカイジの物語に、ね、出てくるんですけども、なんかダイヤモンドを背中に貼り付けてる人がいるんですけどもね、お金があること、もしくは金のものがあることによって危ないところからも救われるってことがあるんですよ。で、これね、誰もが個人的にお金が欲しいとか、個人的に背金主義だってわけではなくても、やっぱり自分の暮らしてる背景とかね、家族とか生活とか事情ってものを考えれば、他者を犠牲にしても自分のお金を大切にするっていう、そういった力学が働くのも無理ないことだと思うんですよね。で、冷たいながらもこれが現実なんで、自分が積極的にお金のために誰かを陥れるってことはなくてもですね、少なくとも防衛のための資産っていうのは、お金っていうのは持っておく必要があるんじゃないかなと思います。吉田さんが歯がポロッと落ちてね、じゃあ松竹梅3つのプランがありました、じゃあ14万のプランしようかなと思って真ん中のプランを選ぶとするじゃないですか。でもお金がなくて最低プランしか選べないとかね、いや最低プランすら選べない人もいて、歯が壊れたらもうそのまんまみたいな人もいるわけですよね。そのうちに治療不能になって、本当に、冒頭で話したようにね、みそぼらしい不潔な、自分でも自分のことが好きになれないような見た目とかになっちゃうってこともあるんですよね。で、年齢を重ねてもお金があれば、いろんなね、ヒアルロン酸とかを打ち込むことによって、またシワを伸ばすことによって、矯正することによって10歳若返る、20歳若返るみたいな、そんなね、テクノロジーも今あるわけですよね。そう考えると、40代になっても50代になっても若々しい肉体にアンチエイジングすることによって、やっぱりね、自分よりも10歳も年下の男性女性とお付き合いすることもできるかもしれませんし、
でもお金がなければね、年齢とともに、もしくは年齢以上に老いていく姿を自分で受け入れるしかなくって、そうなるとものすごく日々がつまらないものになってくると思うんですよね。やっぱり60代でも70代でもなんか20代とか30代に見えますよみたいに、本当にね、社交辞令じゃなくてそう思われた方がいいに決まってますからね。で、見た目は20代30代なのに、まあ、体の、ね、内側は元気で、でも知識は60年分とか70年分あるなんて最高じゃないですかね。まあ、そういうふうな道を選ぶためにも、やっぱお金っていうのはしっかり稼いでおかなくちゃいけないと思いますよね。よく人生死ぬ間際に後悔すること、10銭とか20銭とかあると思いますけども、やっぱりね、お金のために働くべきではなかったっていう言葉があるんですよ、その中に。でも現実は生活費が足りないからお金のために働く人生になっちゃいますよね。これが何を意味するかっていうと、生活のことはどうでもいいからお金のために働くのやめたじゃなくって、お金の問題早く片付けて、もうね、生活費のために働かなくてもいいような金銭を蓄えておいて、人生の前半で、後半ではそれを少しずつ使いながら、もしくはね、そこから生まれてくる利回りでのんびりと人生をやっていく。そののんびりとやっていくからこそ、集中してできることも見つかるし、多くの人のつながりを大切にすることもできるしっていうことになると思うんですよ。人とのつながりを大切にする一例はですね、やっぱりこう親孝行したりとか、親の死に身に会えるかなとかね、ちゃんと送り出せるかなってことなんですよ。で、私は麻雀店のオープンの時に、まあ、おばあちゃんがね、危篤になってそのまま死んでしまったんですよ。連絡は随時受けてたんですけども、まさかね、自分のオープンした麻雀店のそのオープンの最初のね、オープニングセールで私が抜けるってことは考えられないなと思ったんで、誰にも話さずにそのままいたんですけども、今はね、非常に後悔してるんですよ。で、なぜかというと、麻雀店で結局そこまでしてもなくなるわけなんですよね。職場の仲間に義理立てしても、結局今その人たちと一緒にいる方いないんですよ。常連のお客さんとかもね、あれほど毎日言葉交わしてお金を受け取っていた常連のお客さん、今誰一人いないですからね。そう考えたら最終的に戻るのは自分の家族しかなくって、もう結局家族がマストなんですよ。で、家族との平和な日常を守るためにも、絶対に圧倒的なお金は早めに片付けておかないと、それこそお父さんお母さんがいなくなっちゃったりとか、自分の大切な人がね、みんな死に絶えた後でお金の自由を手に入れましたってもね、じゃあ何に使うんですかってことになっちゃいますからね。まあ、家族だけにお金を使うわけではないと思いますんで、それ以上に大切なものって見つかればいいんですけども、なかなかそれは見つからないと思うんですよ。自分の実の息子、実のお母さん、こういったものを失った時に、それに代わるようなものっていうのはあなたは持ってますかってことですよね。金は命よりも重い、確かにそうなんですけども、金なんか問題にならないぐらい自分の命が重いと言えるような一部成功者大富豪もいることも事実だと思います。それでは今回は以上です。